皆さんこんにちは、日本人の神戸市民の河合圭介です。本日2023年、6月の24日、井岡一翔選手の、試合が終わりましたけども、まあ勝ちまして、おめでとうございます。まあ私がシャープエンジニアリングで、まあ家電製品の修理を行ってる頃ですね、2005年6年それぐらいの頃ですね、井岡一翔選手のお父さん、ちょっと今フルネームは思い出せないんですが、まあその井岡さんのまだ、文章マンションかな、そちらに尼崎の方に住んでいらっしゃった頃に、まあ一度そちらの、お家へ、行っています。でまあその当時の私は昔試合の勝ち負けとかに関わっていたこととか、まあ1997年8年まあそれぐらいの頃ですね、まあ間で仕事してる時にやっぱり、自分のことに取り組まなきゃならないので、まあ試合の勝ち負けにそうずっと関わっていられるかっていうとそうでもなかったっていう部分がまあありましたね。で2011年以降に、まあ、スポーツの勝ち負けは特に、力を入れるようになって、まあ格闘技関係もそうなんですけども、ただまあ試合の数がやっぱり多いんですよね。だからまあ全部が全部できるかっていうと、まあそういう環境にももともとないっていう部分が、まあ、ありまして、その状況を考えたら、まあ井岡選手はたくさんすごくよく勝ててる方だと思います。まあ詳細はホームページ河合圭介の履歴の格闘技界へのなんだったかな。まあ、近況報告か何か、そういった内容で140番ぐらいに、まあ、ちょっと記載しています。まあ、2021年ぐらいの、その、まあ、東京オリンピックの時に、まあ、スポーツの、東京オリンピックの頃の状況っていうのを、まあ、いろいろ記載していたので、知ってる方はね、どういうふうな仕組みで勝ち負けがついているかっていうところ、まあ、よくわかると思います。神がかり的な力と、それとそういったものを人間が使用した神がかり的な力は全てコンピューターが使用できると私は判断しています。今の現代のスーパーコンピューターは人間の音声を限りなく収集してますので、まあこれは公式発表されています。全国紙の新聞でもそうですけども、もう10年以上前から世界丸見えという、まあ日テレさんの番組でたまにエシロンについて放送されてますし、ウキペディアでもエシロンのことは、公開されています。まあウキペディアの場合はあまり詳細こと細かに書いてないんですけども、まあその辺については新聞社さんとかの方がしっかりした情報は上げてきていますね。まあ、100年分の、人間の喋ってる音声を収集していると、全員です。だから大きな事件等になったら、そういったエシロンや富岳、まあ日本で言うとスーパーコンピューター富岳ですね。今この間までは世界第一位だったんですけども、まあここ最近アメリカのスーパーコンピューターが再び世界一位になってと、まあずっと GDP123 の国で世界一のそのスーパーコンピューターの、まあ座をずっと交代で作ってるような状態ですね。で今月から量子コンピューターというものが日本で稼働するみたいなんですけども、まあそうなったらそうなったでどうなるかっていうところはまだ読めないですね。基本的に私は人間が物事を動かすものだと思っています。コンピューターは人間を操るんじゃなくてね、そういう、部分での踏ん張る力とか、まあ、防災に関して、まあ、その辺については私のホームページの台風についてのところの欄とかを見ていただいたら分かるかと思うんですけども、まあ本当は井岡一翔選手髪の毛染めてないんじゃないかなと思っています。ワールドビジネスサテライトの
現在のアナウンサーもしくはキャスターの佐々木さんという女性の方も最初は髪の毛黒かったんですよ。だけどもある一定の時期から髪の毛がああいう風な色で放送されてる。で、私の見立てでは髪の毛本当は染めてないんだろうなと思っています。その科学の世界のそのグラフィックの放送の部分でどういうふうな設定がされているのかっていうところ、本当は政府は公式に発表するべきなんですよね。そうじゃなかったら法の下の平等じゃなくなってしまうんですよ、情報が。で、判例か法律のどちらかで多くの国民に関わることは広く伝えなければならないということになってるんですね。ですので、その民法でも個人で秘密を作れるような法律があるんですよ。で、企業にもあるにはあるんですけども、あと個人情報保護法とかで勘違いしてる人たちがいるんですよね。あの、何でもかんでも隠していたら隠蔽になるんですよ。だからまあ最近では、まあ、ジャニーズ事務所の件で、まあ、問題がやっと表面化されて、一時期はちょっとした表面化されてたんですけども、それをしっかりと、社会全体でニュースで、扱って、ジャニー喜多川という男へのしっかりとした法による対応っていうのをしていなかった。それをしてしまったがゆえに芸能界がさらにタガが緩んでしまったっていう部分もあって、まあ今元検事総長だった方が第三者委員会のチームを作ってで対応されていると、聞き取り調査で桜井翔君には、まあ、知ってること全部話した方がいいと、まあ、そういうふうに私は自分の YouTube から呼びかけています。マスコミ経由で多分本人に伝わるとは思うんですけども、その一法律を覚えただけで判断したらものすごく危険なんですよね。普通の常識的な考え方にだいたいぐるっと一周回って、戻ってきます。だから、まあスポーツの勝ち負け、まあ格闘技業界への近況報告ということで、まあYouTube に掲載させていただいてると思うんですけども、お金がどれぐらい回ってるのかとか、そういったところもまあ僕はしっかりとした資料とかはないので、まあ、それもね、あって詳しく聞きたいなと思ってるんですよ。で、一回ね、近くの au ショップに亀田光輝と思われる人が来て、いて、まあ僕は、まあ au ショップへ行って、YouTube の使い方ですね、自分でそのアップロードしたりだとか、まあその辺のところでちょっとしたことを、まあ聞いて、その時に、亀田光輝さんですかって聞いたんですけども、よく似てますという返事が返ってきて、あのね、そこしっかり名前名乗ってもらって実情とか教えてもらわなかったら、僕もいつものルートでもともとは SD カードを送って、まあテレビ局や政府とかを通して、まあ、物事を進めてる部分があって、そこはうまく物事を動かさなかったら、損失も出せないじゃないですか。で、何かと、まあ、そのスポーツ業界各チームが活躍したとして、全部が全部客席埋まるかって言ったらそうじゃないという部分があって、まあ、ボクシング業界の方にもこれ私から提案させていただいたんですけども、もともと有料番組とかあると、で、まあ、チケット収入のような形で、まあ、有料番組で、まあ何階級も制覇したチャンピオンの方とか、まあ4団体統一とか、まあすごく世間に注目が集まるようなところでしたら、そのお金を払ってでも見たいって、思われる方は多いでしょうから、まあそういったところを進めて、まあ井岡一翔選手も成績が、日本人の歴代のチャンピオンの今までの方と比較すると、まあかなりすごい成績であると。まあそういった部分で、まあ、有料番組の方に、まあ、対応していただいていると思うんですけども、まあ、井上尚弥選手もそうですね。なんとか、みんなで知恵を出し合わなかったら、
先進諸国どこも少子化なんですよ。で消費税がまあ私が子供の頃は 3% だったんですけども 5% に上がって今 10% で軽減税率がついて、まあ、日常的な買い物だったら 8% なんですけども、もともと本当は給与の算定表というものが政府が作ってあって、それに合わせた内容で正社員雇用の数とか決まってるんです、もともと。で、竹中平蔵さんが大臣の頃、まあ、2002年の頃、私がサンパレス六甲というところで勤務していた時に、まあ、竹中平蔵さんの方から会いに来てくれたんですけども、その頃から正社員の雇用者数で2400万人台分しかないんですよ。で、これは減少傾向にどちらかというとあると。これは人口が減っていってるから、これは当然のことであって、その非正規雇用の人たちをその正社員雇用にどれだけ変えれるかっていう部分、それが社会一般での大きな課題でもあって、かといって余計な仕事を増やされても困るんですよ。あの過剰競争をされても、店を店舗を出しては倒産して、店を出しては倒産してってなった時に、仮にこれが個人とかで出店された方の場合、借金の方が返済が追いつかなくなったと。そうなるとどうなるかって言ったら、まあ裁判所でまあ破産法の手続きとかに入ったりして、まあ破産法が通ったらその人は助かります。だけども我々の税金が使用されます。要するに後の世代への付け増しをずっと行ってるんですよ。これが消費税が上がっていく実態であって、そんなにしょっちゅうしょっちゅう、あのしょっちゅうというよりも多くの人間は本当は徒歩、バス電車を使用するべきであって、これは都市部とかのところとかに住んでる方だったら、まず間違いなくそういうインフラ設備が整ってますから、こんなに世の中車が出回ってしまうと、エネルギーの残存量問題からして、もう今の2023年の状況としては50年分多分下回ってると思うんです、技術的に採掘可能なガソリンの量は。で、ガスに関してはシェールオイル、シェールガス含めて、まあガソリンはシェールオイルも含めてですよ。昔からシェールオイルは掘ってるんです。ずいぶん昔から。で、ガスの方に関しては、世界の技術的採掘可能埋蔵量は残り40年から50年分ほどなんですよね。ウラン鉱に関しても、まあ世界中で確認されている技術的採掘可能な埋蔵量は800万トンとされていて、まあ、正直これも掘ってみないと正確な数字は分からないですよ。それはガスでも石油でも言えることなんですけども、まあ、石炭もそうです。これらの輸入が止まったら日本はどうなるかっていうと、物流が全部止まるんですよ。でスーパーマーケットに商品なんか並ばなくなるんですよ。つまり1億人以上が餓死するんです。1億2000万人ちょっといますけども、まあ日本人の今の人口は。そういう部分があって、私からの提案で安倍政権の頃に、まあ安倍さんも知り合いでしたから、まあ電気自動車化に日本が舵を切ることを2035年というような形で、まあヨーロッパのイギリスは2030年に今なってるんですかね。でまあ中国とかアメリカも2035年で話を合わせるというような形だったんですけども、想定以上にねガソリンの消費が早いです。そういったことを、まあ、多くの人たちにも知っていただかなければならない。で、知ってくれてるからこそ、その、ある程度の規模の、その、体育館で試合を行って、その、有料番組というような形で、まあ、舵を切ってくれてる、まあ、対応していただいてるんじゃないかなと私は思っています。もう、これまで会って話し合ってみないと分かんないんですよ、本当に。何理由でそうなったのかなっていうところは。で、そのお金の流れっていうところで、まあ、亀田興毅元選手のそのインターネット記事では、ジム側が主催してるっていうことになってるんですけども、その、まあ、ボクシングだったら4つの団体があるじゃないですか。で、お金の周りとかね、どうなってるのかっていうところ、詳細、その、もしかしたら選手も深くは知らないかもしれないと思うんですけど、例えば他国で試合をしたときに、この、まあ、これは試合が終わってからじゃないとやっぱり集計ができないからわからないと思うんですけども、まあ、有料番組での放送がどれぐらいで、で相手の選手やその国の人たちにどれぐらいの
まあその国の人たちっていうのはそのどう言ったらいいんですかね、そのジムの方たちとかもしくはボクシングの団体の競技としてある程度そのまあ会長とかにも多分取り組むとかやっぱりその主催者大会から収めてると思うんですよね。そう、それがなかったら会長のその取り分がなくなってしまうじゃないですか。まあまあその辺のところで、その対戦相手によって以前送った SD カードではいろいろ細かいことを言ってたと思うんですけども、その極端な話、アメリカの選手とラスベガスで試合をするんであれば、あちらの、まあお客さんがたくさん、まあ会場に来たりだとか、まあある程度の大きさの会場だとは基本的に思うんですけども、まあ有料番組、あちらの方で見られている方とこちらの方で見られている方たちとか、どういうふうにお互いの取り分どうしてるのかとか、これね、世の中に裁判でもいろんな判例があって、で、裁判官によってもね、まあ、今はボクシングの、お金の話じゃないんですけども、いろんな裁判の、多種多様な裁判の例を挙げてるんですけども、裁判官によって判断が違うことがあるんですよ。だから、どういうふうな契約を交わして、どういうふうに物事を動かしているのかっていうところを、時代によってもこれ変わってくるんで、詳細を教えていただかなかったら、まあちょっと僕の方としても、大まかなところでしか、まあ、判断つかないので、まあ誰か連絡してくれたらなとは思ってるんです。まあで、普通に電話かけてくれて。で、もともと、この辺に誰かが、淡井圭介の横を歩いたり、車に乗って横を通り過ぎたりとか、そういうふうな行動をしていた人たちが、まあテレビ局関係者含めて多数いましたけども、それはやめてほしいんです。それはひどい挑発行為であって、自分が逆の立場だったらどう思いますかっていうところで考えていただいたら答え簡単で、これが裁判になったらどうなるかぐらいわかるでしょっていうことなんですよね。だから、僕たちは、井岡一人選手を勝たせてあげる方向で、覚えています。それはまあ他のチャンピオンの方たちも含めてそうなんですけども、正直ね、情報が追い切れませんね。そのボクシングだけに対応してるわけじゃなくて、メジャーリーグもあれば日本のプロ野球界もある、サッカーの日本代表の試合もある、ヴィッセル神戸の試合もある、もうオリンピック関係の種目まで含めたら、まあ、柔道から何から何まであるでしょう。もう年間で1000試合を軽く超えますからね。これはもう対応できない。その何時からいつどこの誰が何の試合をしてるっていうところまで、次から次へと活躍させてあげればあげるほど、例えばオリンピックでいうとね、種目でいうと試合数とか増えたりするでしょう。で、高校生とかでも世界大会とかにも参加してる例とか、まあ野球とかだったらあったでしょう。そこまで本当はするべきじゃないんですよね、エネルギーの残存量問題を考えると。で、まあジュニア世代の人たちに世界大会とかで優勝するとメダルとかを配布してるでしょう。それはそれで話おかしくなってくるんですよ。世界大会の数が多すぎてメダルをばらまきすぎてるでしょう。例えばオリンピック関係の金メダルだったら、まあ私の推定ですけども1個500万円以上では売れると思います、金メダルはね。そうなってくると、例えば安倍さんの年収はまあ世界の首脳の中でも高い方だったんですけども、年収2400万だったらしいんですよね。で、もともと内閣、つまり各大臣の方たちですね、総理含めて、20% を国庫に返納したりとか、昔からそういう行動はされてるんですよ。で、その人たちも期間限定なんですよ。選挙落ちたら、結局、次の仕事場がないっていう、その立候補をされてる議員さんたちって結構いらっしゃるんですよ。それ考えたら、そんなに若いうちから平気で総理の収入上回っちゃうでしょ、そんなに金メダルたくさん取ったらっていうことになってくるんですよね。
だからその辺のところのことを考えて、その富の分配っていうのを私はしっかりとしたいと。それをしなかったら今の社会どうなってるかって言ったら、昭和63年に人材派遣業法という法律が出来上がって、もともとホテルマンの世界がそうなんですけども、人材派遣会社の人間が、たくさん働いてると。で今では介護職もそうだし、看護師もそうだし、IT 関係もそうであると。だから賃金叩きっていうのはずっと行われてると。で、うん、そのテレビの CM とかで行われてるバイトルだとか、ああいうふうな人材派遣会社の本社はどこにあるかっていったら東京でしょう。で東京にお金が集まってしまうような仕組みになってる。もしくは関西でいうと大阪。それをしてしまうと、もともと土地の面積が少ないのに、そういったところにお金が集まってしまうと、その一局地的な都市部の土地の価格がものすごく高い値段になるじゃないですか。で、もともと給与の、もう一度算定表の話に戻りますけども、もともと相場はあるんですよ。で、それを離れたような価格の家なんかみんな購入できないんです。で、後から、金利が上回るようであれば、家と土地を売らなきゃならない。本当は土地と建物ね、ワンセットで販売してもらって買ってもらわなきゃ無理あるんですよ。会社所有の土地の上に建物だけ建てるとかね。だからそれだったら、それは安くで家は建ちますよ。だけども、それその人が、その家の建てた時のお金返せなかったら、会社の負担になるんですかとか、そういう話になるでしょ。だからそこまで行くと、どっからどこまでが社宅で、どっからどこまで個人の所有物なんですかの話になって、あんまり銀行の方が、その、今の不安定な、その、正社員雇用の継続は難しい社会の中で、その、土地付き建物の一軒家を、例えば3000万円以上するような家を、若いうちに結婚していたとしてもですよ。で、両方とも共働きであったとしても、もともと返済できるような社会じゃもうなくなってる。という形にだんだんもう近くなってるんですよ。だから都心部の例えば5000万とか6000万円もするようなマンションとかなんかはもともと手に負えるような状態じゃないんですよ。若い人にもともと高い基本給なんかあるかっていうとないんですよね。今私が言ってるのは、社会の半分ぐらいの人間がピンハネされる状況はすでに出来上がってるんですよ。日給歩合出来高とか請負とかのああいうふうな法律もいらないし、商法と契約関係の法律さえ残っていればどうとでもなるんですよ。会社間の話でね。あとは労働基準法に出向の一文字を加えたらいいんですよ。公務員の 人たちはそれなんですよ。出向っていうのがあるんですよね、法律の中で。それは国から例えば民間企業に働きに行ったりだとか、そういうふうな、もともと国絡みのところ、第三セクターと呼ばれるようなところ、まあ、そういうふうな法律の仕組みがあるんですよね。で、そこから、まあ、お金を出向した分 その賃金を支払っていただくと、いろいろな工夫で、まあ、無駄な書類の数も減らせますし、もともとのその社会の仕組みの方が良かったっていう話になってきますし、じゃあ何のために給与の算定表を作ったんですかっていう話にもなりますし、まあいきなりそんなこと言われてもって思われるかもしれませんけども、まあ井岡一人選手ももう今30歳超えてるんでしたっけ。ちょっとその辺も年齢詳しく僕今見てないのでわからないんですけども、まあ大体世の中の基準としてで、まあ、30歳ぐらいには弁護士さんなしでも裁判勝てるぐらいに日本中の方がなっていただかなかったら世の中変わるわけはないんですよね。でピンハネして、その例えばそれなりに大きな家に住んだとしても、その人たちが成功者じゃないんですよ。まあ結婚できて仕事もうまくいってるように見えたとしても、その次の世代が約5割の人がピンハネされる側に回るんですよ、今の社会構造だと。で少子化はどんどん進んでるでしょ。で日本は2045年に65歳以上の人が 38% 超えるんです。もう0歳から20歳までのもう今生まれた人たちの人口は決まってるから増えようがないんですよね。いろんな法律を削除して世の中の改革をしなかったら、韓国なんか悲惨なもので2045年に
私の見立てでは65歳以上の方が 50% を超える可能性があると。もうそれは海外の人たちも指摘しています。しっかりとデータを確認している人たちはもう生まれてしまっている世代ですからね。その今からも20年後の話だから、今のその20歳の人が、まあ、40歳ぐらいのところが大体その出産できるかどうかの、まあ、年齢になってくるかと思うんですけども、それで大体読めるじゃないですか。だから想像以上に今とんでもない社会になってしまってると。でピラミッドができた頃にみんなが気づいたはずなんですよね。あんな意味のないもの作ってどうするのと。それと同じなんですよ、今の東京とか大阪してることは。兵庫県も同じですね。高いビルは昔なかったのに次々と高いビルが建ってると。で空き家の件数が東日本大震災の頃に600万件ほどだったのが今も1000万件ほどになってるんですよ。要するに建物を作りっぱなしになってるんですよ。だからそういったことに関することは、まあ僕のホームページの40番台のところとかに老朽化した建物とかいろんな分野で書かれてますけども、その理由とかね、まあ元神戸市長の笹山さんの例を挙げたりとかして、なぜそうなってしまったかの一部の例とかを挙げたりしてるんですけども、もともと社会全体をコントロールできてないんですよ、誰もが。その中でみんなでうまく協調して対応しなかったら、これから先先進文明は確実に崩壊します。エネルギーの残存量問題特に。かといって発展途上国では人口はすごい勢いで伸びてるんですよね。昔の日本のベビーブームがあったように。国連の見立てではあと10年、15年、20年、それぐらいで100億人に達するんじゃないかという見通しなんです。今、まあ、大体90億人になったかな、どうかなぐらいですね。90億人、一歩手前かな。まあ、国連のデータが上がってくるのは、例えば2023年のデータは数年後になってるんですけども、世界中からの集計を行うんでね。で、そのデータが世界国税税という本なんです。それがなかった。だからニュースを見ていても勘違いばっかりするでしょうね。だから経営者の人たちとかでも話すことを聞いていて、ああこの人たち法律分かってないなっていう人たちはいっぱいいますし、ああこんな状態で社会が回っていたのかっていうのがね、これが事実であって、あと組織に入ったらその国に立てつくようなこととか大企業に立てつくようなことをなかなか言えない。ただし今、まあ、漢字の意味とかそのことわざをねインターネットで調べたら分かると思うんですけども、その立てつくっていう言葉の意味見たらびっくりしますよ。シールドの方の盾です、あの槍とか盾のね、あのこの辺とかにこうつけたりしてるまあ持ったりもしたりとかしますけども、ああいう風な漢字の盾、立てつくってさらに防御壁としてわかります、今言ってること。末端の人間とかを利用しようとするのかと。まあそういうふうなね、あの言葉の意味までどこからどこまでっていうね、社会の実態を本当にこっちはかなりわかってるんだぞっていう、まあそんな中でね、結局大きな組織とかに入ったら入ったで、例えば自分の親とかはね、国会議員だったりとか、まあ、例えば、まあ、部長以上、まあ、課長以上でも、まあ、相当な立場だと思いますよ、行政で言うと。あと、まあ、親族に裁判官がいるとかいないとか、警察官の上の方とか、まあ、そういうような、結構長年生きていたらそういう人たちと遭遇するんですよ、誰でも。本当はだって国会議員の方たち だけで700人以上いらっしゃるでしょ。そこへ知事とか市長とかね、もう大臣と同格ぐらいの給料をもらってる市長の方たちも結構いるんですよ。だからそういうことを考えると、大企業のね役員さんとか、例えば大きなメーカーでいうとトヨタさんだとか、相手のことを尊重しすぎてもその辺のところにあんまり物言えなくなっちゃうでしょう。だけどもやっぱり全人類が生き残ることが最優先であって、何をするべきかっていうことをはっきりと分かっているからこそ、ああいうふうな豊田章男さんと、まあもう今は社長は
佐藤さんになられてるんですかね。今は CM でああいう風な会話を、何をするかは分かってるかなとか、まあ、そういう風な、いろんな会話のバリエーションの放送を、まあ、トヨタさんの方は CM でしていただいています。まあ、誰かしらが何かの返答をしなかったら彼もいずれ潰れるんじゃないかと、まあ、そういう風な形で気を利かせてくれてるんだと思うんですけども、果たしてその末端の人間までトヨタという巨大な組織の中でどこからどこまでの人間がそのことを分かっているのかでいうと、残念ながら分かってない人間がいると。なぜなら僕の家のすぐ近くでトヨタの、私が頼んでないところの空き地のところに新しいトヨタのお店がオープンしてしまってるんですよね。だからなぜそういうふうな形になったのかっていうところと、少子化の傾向なのにもともとある店舗、田王寺と岡場という1駅の区間の間にトヨタのお店が2店舗ある時点で変でしょ。どう考えてもこの辺りなんか本当に変、内科だけでも10店舗ほどあって、それにプラス総合病院がここ近辺にまあ3つほどあるんですよ。まあ岡場駅を中心に、で歯医者さんも10店舗ほどあるんですよ。で髪の毛を切る、まあ、美容院だとか、まあ、美容室だったりだとか、まあ、散髪屋さんだったりだとか、まあ、産休カットとか含めてですけども、そこもね10店舗ぐらいあって、まあ潰れたりとかですね、昔から3店舗は潰れてるところ見てますね。どう考えてもそうでしょう。一つの駅区間にこの辺り絶対本当に変だから、銀行員の中に変な人間が混ざっていて、お金を回していたのか、大企業からお金を回し上げていたのか、世の中の実態みんなよくわからないまま出店していたっていう、これが現実なんですよね。だからまあ今この話を出しているのは、まあ僕が説明している内容を多くの人に伝えてあげて、今の時代、まあ随分前から言われてますけども、出店なんかするべきじゃないと、まあそういうことを教えてあげなかったら、下手に店舗出したらお金失うだけですから、そのお金があるんだったら先に国民年金基金とかでお金をかけておくとかね、家のローンを先に払っておくとかね、まあもともと所得税の控除で、まあ家を建てるものですからね。だから若いうちに結婚しなかったら絶対手遅れになるんですよ、社会の構造上。阪神淡路大震災の被災者を助けるっていう話始まったのに、なぜこうなったのかなっていう話になるんですけどね。もともと神戸市兵庫区東山町4丁目16の18、東山コーポ604の、生まれなんです。まあ、もちろん生まれてるところは産婦人科とかそういうところだと思いますけどね、さすがに自宅の中ではそれ生まれないですよ。まあ、そういう方も中にはいらっしゃいますけども、まあ銀行関係とか証券会社のことだったら大雑把に、まあ、15分ほどで、まあ、勉強できるのが、まあ、20番台のところに記載してる、スティーガル法やリーマンショック、ボルカールールっていう欄だとか、それが 20.1 番かな。でその近辺に、まあ、銀行についてだとか証券会社についてだとか、まあ、そういったことも記載しています。まあとんでもない情報量ですけども、まあ、ある程度のところは40歳までに大抵の人が覚えてもらわなかったら、まあ、エネルギーの残存量問題ぐらいだったら、まあ、高校生までにほとんどの人間が覚えれると思います。結局深さ何メートルまで実際掘れて、そのエネルギーを活用できるのか、掘るのに莫大なエネルギーを使用していたらプラスマイナスがマイナスになってしまったら掘る意味なくなるでしょ。だから早く自然再生可能エネルギーに切り替えなきゃなんないっていうところでも皆さんご理解していただきたいなと思います。力を貸している以上、僕は裁判所でそのお金に関しては、求めます。それをしなかったら特許出願ができないんですよね。で、あれも結構高くて、例えば10年間の、まあ、特許出願で17万ぐらいですかね。一回値段上がってるんですよ。で、まあ、例えば会社の登記簿を作ったら作ったで、
法人税を納めなきゃならないでしょうし、まあ20数パーセント、23%ぐらいですかね。なぜテレビ局も河合圭介を表舞台に出さないのかっていう謎はものすごくありますね。だ上の方の癒着っていうのを世間にばらされたら困るのか、もしくはまともあの人間が河合圭介が訴えて動くのを待っているのか、そうしなかったらこの世の中正常化なんか無理だっていう考え方で、だいろんな業界で手直ししなきゃならないところはかなり多いですね。医療関係だけで手直しするだけで年間の税金がプラスマイナス1000億は絶対変わりますね。とんでもない無駄をものすごくしてますから。それはもう僕のホームページの302番あたりに精神病院についてとか、まあ、自分が実体験させられた内容を記載しています。そこは真実であって、まあ、裁判所じゃないところで嘘を言っていたとしてもそれは法廷で裁かれるのであって、まあ政府とこの辺り医療関係の癒着があって、それがバレそうになって河合圭介を精神病院に入れようとしていた勢力とかがもともとこの近辺でいたっていうことでしょうね。まあそれでおおよそのところは間違いないでしょうね。まあ他のいろんな欄見てもらったらわかるかと思いますよ。もともとの歴史について触れるような部分、例えば桜井翔さんへのメッセージ、桜井翔さんとジャニーズの皆さんへのメッセージかな、まあ、そういったところで法律をたどってもともとどういう世の中であって、ジャニー喜多川のような人間がああいう世代の中でたくさん本当は存在しているのはこの世の中の社会の現実であって、まあ大体50代60代70代80代そういったところにエロ業界つまり暴力団と深く癒着してた連中がいたと。とんでもない数がね。その中に会社の役員がだいぶ混ざり込んでいると。多分そこは僕への抵抗勢力だったんでしょうね。ただしそれはまとも側とその業界の人間の戦力比で比べると1000対1ぐらいなんですよ。で1000人ぐらいの方がまとも側だから絶対勝てるはずなんですよね。で歴代の総理が河合圭介のことを知ってるでしょ。でいろんな他国の政府の上層部で河合圭介を知らない人間はなかなかいない。世界中の経済とかに関わってきましたから。あとはエネルギーの残存量問題の解決の方法を提示している以上、まあ並の人間ではないなっていう見立てはしてくれてると思います。まあこの件は本当に謎が深い。まあそこに向かってね、僕は前向きに、頑張っていこうと思っています。ちょっとね、もう夜も遅いんで、今20時50分ほどです。まあ本日の試合、お疲れ様でした、皆さん。まあこれも何かの縁ですので、まあ普通に、まあお金払ってもらって、まあ楽しい話とかできたらいいんじゃないかなと思います。ただし、まあ今ペナントレース中ですからね、まあ気抜けないです、本当に。選手に影響が出ますんでね。まあそういうことです。長い間ご清聴ありがとうございました。まあこれからも関わっていくと思いますんでね、まあ皆さんご協力のほどよろしくお願いします。以上です。